曲がりたいけど、我慢我慢。よし、なるべく気合い入れていくよ。面白いものないかな。私のナビは結構当たるんだよ。信じるものは時々救われるかも。あと 5km 先、憧れの目的地だよ。2人のお出かけ私が落ち込んだ時の解消法？食べるか寝るかどっちかだよ。順調に進むのはいいことだけど、ちょっと退屈かも。れじゃあぼちぼち始めるよ。スバル先生のドライブコールだ。ヒュー。ダメダメ、おやつはあと。今はナビをするんだ、スバル。あと 3km 先、目的地っぽいかも。違ってたらごめん。これくらいのスピードならきっと予定通り目的地に着けるよ。間に合うかな。あと 200m 先、ついにゴールだよ。ぶっちぎりの優勝だね。瞬きする間に憧れの目的地だよ。目的地っぽいかも。違ってたらごめん。今度サーキットへうちの部活を見に来てね。待ってるよ。今日は楽しいドライブになるよ。マユシーにはわかるのです。空いてるからって飛ばしちゃダメだよ。